授業はですね、五線譜は基本的に使いません。僕が苦手なんで。基本的にギターのフレットでね、解説していきます。全音、一音と言います。全音。で、フレット、一個分、すぐ隣の音。例えばここですね。ドレミとファの間とか、こういうところはね、半音です。すぐ隣の音は半音で、半音と言います、ギターの場合。全全半全全全半、ね。要するにメジャースケールというのは、ある音からスタートした全全半全全全半の並びで並んでる音階ということですね。はい、まあ簡単に言うとそのダイアトニックコード、例えばキーが C の曲って言われたら、まあ、基本的にこの7つのコードでできていると思ってください。例外はもちろんですね。はい。全然半、全然全半にならないといけないですもんね。まずメジャースケールを作ったら。ね、ダイアトニックコードっていうのはメジャースケール上、ダイアトニックスケール上にできるコードですから、まずメジャースケールを作らないといけない。そのためには全前半全前前半にならないといけないですね。じゃあ見ていきましょう。まず D から E、 これ全音ですね。 E から F、 ここが半音ですから F にシャープをつけましょう。そうすると全前で、必然的にここの F シャープと G は勝手に半音になりました、ね、で GA は全音、全音、全全半全全全全ですかね。ここ B と C は半音ですよね。ここにもシャープをつける。これでまず D メジャースケールができましたね。 D メジャー7、 A7、 D マイナー7、 C マイナー7、 C シャープマイナー7、フラット5。はい、これでもうキーが D のキーのダイトニックコードがもうできました。同じようにやっていきましょう。 F、G、A、B、C、D、E。 はい、キー F、 キー F、 ここにフラットつければ大丈夫です。はい、であとは一緒です。簡単でしょ。マイナー7で、マイナー7フラット5、こんな感じになりました。はい、大丈夫ですか。意外と簡単ですよね。こういうコード進行がありました。まあこれは考えなくても多分わかると思います、ね、実際弾いてみると Dm7、 G7、 Cm7、 Am7、キーが C ですね。もう分かりますよね、これは。はい、出ました。はい、ちょっといきなり難しくなったかもしれないD メジャー7、 A メジャー7、 D メジャー7、 A メジャー7、 メジャー7のまた繰り返し。はい、響きで
メジャーセブンというのは1か4にしか出てこないんですね、絶対ですよね。順番は一緒です、 T が変わっても一緒ですって言いました。1度か4度かにしかメジャーセブンは出てきません、ね、じゃあ仮に D が1としてみましょうか。 D が1として考えるとすると、この A メジャーセブンが4にならないといけないですよね。 D から数えてみましょう。 D、E、F、G、 あれ4番目が G にってなりましたね。じゃあ今度 A の方を1として推理してみましょうか。数えてみますよ。 A、B、C、D、 ちょうど D がね、4番目になりました。ということはキーはこっちでしたね。 A、 A メジャーキー、 A メジャー、 A マイナーセブン、 D セブン、 B マイナーセブン、 E マイナーセブン、どういう響きか聞いてみましょう。セブンが出てきてないですね。メジャーセブン出てきてないですね。だからさっきの推理の方法は使えません。どっちかが1でどっちが4とかね。さあキーは何でしょう。はい、もう分かりますよね。そしたらどれをキーにして推理しているか、この人です。 D7、なんとかセブンっていうのは何番目に出てきましたっけ。5番目ですよね。5度セブンで、しかもそれは1個しか出てこない。5度セブンっていうのは7つのダイアトニックコードのうちに、5番目の1個しか出てこない。ということは推理しやすいですよね。こいつが5番目に来ればいいんです。G、A、B、C、D、 合いましたね。 D が5番目に来ました。ということはこのコード進行はキーが G のコード進行ですということですね。そうするとおのずとディグリーネームも分かりますよね。ちょっと書いてみましょうか。2、5、3、6っていうコード進行、2、5、3、6、はい、という感じでダイアトニックコードが分かればこういうコード進行からキーが推測できるんですね。推理できる、探すことができる。そうすると例えばまあ当然ですけどコード進行だけパッと渡されて、じゃあこれでなんかアドリブでソロ弾いてくださいって言われた時も何にも知らないよりは対応できる。使うスケールが分かりますよね。キーが分かればそのメジャースケールをとりあえず、まあとりあえずは弾けば合いますから。あとは例えば作曲の参考とかアレンジの参考にと思って自分の好きな曲を耳コピーしたりとかね、した時にコードをね取りやすくなるんですね。キーが分かればまず7つコードが限定できますよね。当分ちょっとこういう地味な内容がまだ続くとは思うんですけど、ちょっと最初のうちはね、こういうお勉強的なことが多くなりますが、まあ、ある程度そういう、基礎的な知識が身についた頃から、もうちょっとフィジカルなこととか、ね、じゃあ実際にそういう知識を どう生かせばいいのかね、そういうところを、またね、
進んでいくことにやっていきたいと思いますので、頑張って今の、ね、お勉強の方をちょっと頑張って、覚えてください。はい、それでは